いろいろな意味をくっつける言葉「助動詞いよいよ最後になりました。10個目は「秘境」です。秘境はまるで「〜何々のようだ」「〜何々に似ている」と訳します。卑怯の助動詞 一つご紹介します。ご年。例文。ただ春の夜の夢のご年。です。平気物語ですよねえ。有名な冒頭部分です。聞いたことがあるという人も多いと思います。では訳していきますよ。それはちょうど春の夜の夢のようだ。 となりますさあこれで古文の言葉シリーズの助動詞がすべて終わりました次からは助詞に進みますそれが終わればいよいよこの平家物語の冒頭のような有名な作品を取り上げて解説していきます 楽しみにしておいてください。では復習です。ごとし、例文、ただ春の夜の夢のごとし。以上です。